そっかじゃなくです。今日はですね、3月25日になります。2020年3月25日。ちょっとね、数ヶ月前を思い出していただきたいんですけども、例えば2019年のクリスマスシーズン、とっても楽しかったですよね。で、年末年始といって、ゆっくり過ごしたと思うんですよ。で、2020年が始まるときに、まあ、消費税の負担は重いけども、まあまあ、なんとか頑張っていかないといけないな、というふうに感じてらっしゃったと思うんですよ。で、少なくともですね、少なくともオリンピックが延期になるとか中止になるなんて誰も思いもしなかったと思うんですよね。で、最近でしたらね、東京の小池知事がロックアップ、ロックダウンといって東京の首都封鎖をすることもあり得るとか言いました。このね、首都封鎖なんていう概念も私たちはもう本当アニメとかね、映画の向こうの話だと思ってました。そしてもっと言ってね、身近とは言っても外国の話だろうぐらいにしか思ってなかったと思うんですよ。でも実際に先進国のほとんどの国がね、 G7 のほとんどの国が、本当日本以外の国がこれをやってるんですよ。で、交通制限をしてみたりとか、移動制限をしてみたりとかね、外出規制をしてみたりとか、あのアメリカですら今この時点でですね、1億人ぐらいがもう制限されてるわけなんですよ。外出禁止とかね、罰金とか逮捕もあるわけなんですよ。どうですかね、これが日本だけになぜね起きてないのか、こちらの方がちょっとおかしい形だと思うんですよね。でもそれは取りもなさず、オリンピックというものをなんとかねギリギリまで踏みとどめたいという意思もありましたし、まあ、保障とか保険という問題もあってゴダゴダしていたんでしょう。ところが今回ついね、東京オリンピックも1年以上先に延期、まあ、私はこれねなくなると思いますけどもね、延期してるうちに今度はなくなると思うんですけども、オリンピックはされないことになりました。じゃあこれからですね、もう手当たり次第に対策を打っていけるということになるんですよ。もうオリンピック気にしなくていいんで。そうなると何が起きるかというと、まずはですね、企業の大量倒産というのは当然あるでしょう。1万件とか2万件とかっていう規模で企業が倒産します。で、会社っていうのは少なくとも1人がね勤めてますから、1万人とか2万人っていう規模で失業者が現れるんですよね。プラス従業員のいらっしゃる会社、従業員さんのいらっしゃる会社っていうのは、まあ、少ないところでも3人とかね、多いところでは50人とか100人っていう規模でいらっしゃるでしょう。失業者が数十万人という単位でこの市場に溢れてくるわけですよ。困ったもんですよね。で、今回ね、この動画でお伝えしたいのは、もうどういうふうに話そうかなと思ったんですけども、はっきり言いますけども、食料の備蓄が必要になってくると思います。その食料の備蓄の中でも、取り返しのつかないような食料の備蓄をする必要はありませんので、まずは米ですね。お米っていうのは食料自給率、日本では 100% ですんで、ほぼ 100% ですんで、およそね、米っていうのは余ることがあっても足りないってことがないんですよね。ただ私の考えてるところ、私が大学生の時だったかな、平成の米騒動っていうのが起きました。米が取れなくって、お米がね10キロ2万円ぐらいまで高騰しちゃったみたいなこともあって、スーパーからお米が消えてみたいなこともあって、平成米騒動と言われたんですけども、あの時も実はね、米がなくなるんじゃないかっていう風な噂によってなくなるところもあったんで、実際は私の場合はずっとねお米なんて不自由しなかったんですよ、その時でも。まあ言ってみれば、買いだめがね10キロあれば米騒動っていうのは瞬間的なものだったってことに気づくんですけども、いつもカツカツでやってらっしゃった方とかは、まあちょっとね焦ったところもあって買いだめに走ったのかなっていう風な形だったんですよ。本当に短期間で米騒動っていうのは終わりました。最近のトイレットペーパー騒動みたいなもんですよね。お米って余りまくってるのに、その店頭から消えるとですね、まあ、お米っていうのはその配送とかの便とか決まってますから、いきなり物流が増やせないんですよ。トイレットペーパーも同じですけども、トイレットペーパーってかさばる割には売り上げいかないんで、トラック1台持ってきてもお客さんが1人ね1万円でも買ってしまえば、まあ、20ロール30ロール一気に買えちゃうわけですよ。そうなると売り場から1人の力でね、トイレットペーパーが消える、ティッシュペーパーが消えるってことも起きますんで、本当にねびっくりしちゃうと思うんですよ。で、お米に関しましてはそれ以上に、はならないんですけども、ただお米って日持ちするんで、場合によっては数ヶ月数年持つんで、1人がね 2,30 キロ買っちゃうってことになると本当にあっという間に消えるんですよ。通常お米って1ヶ月に1回買うか2ヶ月に1回買うかぐらいのペースなんですけども、そこにですね緊急需要ってものが発生すると一気に棚から消えて、で物流からなかなかね、物流がパンクするっていう事態が起きるわけなんですよね。ちょっと話がだらだらと長くなりましたけども、まあ、整理しますとね、数ヶ月前には想像もしなかったことが今忍び寄っていると。都市封鎖みたいなことね、想像もしなかったようなことが起きてるわけなんですよ。まあ、これから都市封鎖本当に起きるかもしれませんけども、少なくともその概念は去年とかはなかったはずなんですよ。そういった形でね、数ヶ月後には急速に何かが起きるってことをいつも考えておかなければならないと思います。で、今回いい、意味でねトレーニングだと思って、ちょっと食料の備蓄をトレーニングしてもらいたい、練習してもらいたいんですよ。で、その一つがお米ですよね。で、お米っていうのは10キロ1玉だいたい3000円から4000円だと思いますんで、まあ
もう2020年、この時だけね、2万円ぐらいちょっとこっそり買っておきませんか。しかも一気に2万円買いに行くんじゃなくて、今日買いに行ったら明日買いに行く、そして 2,3 日明けてまた買いに行くって形で、そうですね、2週間ぐらいかけて2万円をお米に使うみたいな感じで、そうするとだいたいね、10キロが5個とか6個とか多分どっか家の隅っこに置いておけると思うんですよ。まあ、それで多分ね、1年とかやっぱ食べていけるんじゃないですかね。でお米があればとりあえず空腹でどうにかなるってことはないですから、それこそパンとかね、缶詰を買うよりもお米の方が効率的です。でお米には、まあ、塩をかけてもね、究極食べれますし、そのままでも食べれると思いますし、それからまあ醤油を散らしたりとかね、いろいろ工夫ができると思います。それこそおかずが少なくても米さえあればなんとかのお腹を満たすことができますんで、その基本の食材となるお米っていうのをちょっとしっかり抑えておくことによってかなり精神的に安定すると思うんですよ。まあ、もちろんね、乾麺とかでもいいのかなと思いますよね。ラーメンのほら袋ラーメンとかあるでしょ。あれだから298円とかで5袋あるでしょ。で、あれ一食家族がやっていけるじゃないですか。で、あるものをたくさん持っておくっていうのも一つの手だと思います。まあコンパクトなスペースで済みますしね。で、調理もお米と同じような手間ですし、で、究極そのラーメンには野菜も何も入れなくても、まあしっかり食べれますんでね。で、塩味もついてると思いますし、そういった形で乾麺のなんかね、1ケースとか2ケースとか買っておいても、そんなに大きな出費にはならないと思うんですよ。まあ、少なくとも、何十万円も食料を買い込めってことじゃないですし、何年分も買い込むのはかなり難しいと思いますし、まあ、腐っちゃったりもしますんでね、まあ、お米っていうのは結構持ちやすいんで持っておくこと、そして何も起きなければそのまま使えていけるじゃないですか。でそういった意味でね、今この時期だけ備蓄のトレーニングだと思って、やってみるのはいかがかなと思うんですよ。一回人生のどっかで大規模な食料の備蓄っていうトレーニングをするのは非常に重要なことだと思いますし、私もねしっかりやっております。普段からやってますし、何年も前からやってるんですよ。それこそ東日本大震災が起きた時っていうのは、私麻雀店の店主だったんですけども、そのまたね大きな災害が起きた時には、自分のお店に、まあ、被災された方をどんどんね収容して、そこで飲食の提供をね無料でしようというふうな計画をしていたんですよね。今はお店がないんでできませんけども、そのぐらいの勢いでやっぱイメージをしておくってことか、それから今私は地域社会に住んでますんで、近所の方と共に生きていくってことを選ぶためには、近所の方が準備してなかった、うっかりしておいた分まで私の方でね提供できるようにってことぐらいまで考えてるんですよ。まだ全然できてないですけども、そういった形でまずはね、自分と自分の家族の食料備蓄のトレーニングってものから始めてみてはどうかなと思うんですよ。まあ、これが本当私の思い過ごしで済めばいいんですけども、どうもですね、やっぱり数ヶ月前から悪い予感ばかり当たるんですよね。でこうなっていくんじゃないかなと思ったら本当にそうなるみたいなことで、いいことが当たればいいんですけど、悪いことが当たっちゃうんですよね。これからね、本当食料、これほど交易がなくなってきて、国と国とのやり取りがなくなってきて、世界中で我が国ファーストみたいなね、鎖国みたいなことが起きて、あと1ヶ月この同じような状態が起きると、食料が足りなくなるんじゃないかなっていうようなことに気づき始める方とか、それを煽る方とか出てきますんで、当然今の時代でしたら食料の転売屋って言いますからね。で一気に市場から物を買い占めてですね、で高値で売り抜けようってする、そういうね本当ふざけた人も出てくるんで、そういう時でも慌てないようにするために、買い占めましょうって話じゃないです。ゆっくりと備蓄をしておきましょうってことなんですよ。しかもこれはね、こっそりと気づかれないようにやっていきましょう。だから売り場から一気にバーンと物を抜いちゃったらダメですよ、目立つんで。そうじゃなくて、いつも買ってるものにプラス1個とかね、普段売れ残ってる売り場の隅っこの、あこれスパゲティの束を1ケース買っとこうかなって、スパゲティいっぱい買う人いないでしょ。スパゲティとかをごそっとね買っとくみたいな感じですよ。スパゲティもそんなにね、費用の負担がかからないと思いますし、長持ちもすると思うんでね。それから封を開けてない1リットルの醤油とかを1本2本ちょっと備蓄用に持っておくとか、そういうこともできるのかなと思いますよね。まあ、いろいろと工夫することあると思いますんで、まあ、私なりにできることはしていこうかと思いますけども、皆さんも食料の備蓄をするとしたら何からいくらぐらいからかけていこうかなって考えたことあんまりないと思うんですよ。それを今回トレーニングだと思って、やってみてはいかがかなと思います。そして使わなければね、必要な人に配ってあげてもいいと思うんですよ。まあ、そういう風なね、ちょっと心の豊かさっていうのを持っててもいいかなと思います。危機に備えたんだけども、危機が来なかったから、ダブついちゃった在庫を皆さんにプレゼントみたいなね。そんな繰り返しで日常生活が送られてくると、で、そういう方がね、たまに現れてくると、なんかすごくいい世の中になるような気がするんですよ。なんか余ったからあげるみたいなのが定期的に起きてきてね。確かね、なんか、あげますサイトってあるんですよね。ガレージセールみたいな。で、そういうところで、こういうのあるけどあげますよみたいな。そういうのが一部起きてないでもないんですよ。まあ、ちょっといろいろとお話しすぎちゃったんでこの辺で終わりますけども、とにかくね、食料の備蓄の練習だと思って少しずつ始めてみてはいかがかなというのが今回の動画の趣旨でございます。まあ、本当に1ヶ月ぐらい今の状態が世界で起きると、取り返しのつかないようなね、なんか
第三次世界大戦みたいな状況になるんじゃないかなと思いますよね。もしかしたら食料も配給制度になるかもしれませんね。では失礼します。